ロベール・フランソワ・ダミアン拷問にかけられる、ダミアン・ロベール・フランソワ・ダミアンは、フランス王類十五世暗殺未遂の罪によって、八つ咲きの刑になった人物である。ダミアンは、アルトワのアラスの近くの村で1715年に住人。父は、日雇いの夫フや経理で糧を得ていた。ベチューヌの王子の下で育ち、若い時にフィリップスブルク法囲戦に名も知れぬ兵士の一人として参戦した。 軍を辞めたダミアンは、パリのイエズス会のルイコールルイコールグランで、メシス会になって働いていたが、金を持ち逃げした。ダミアンはジャンセニスムに共感していたらしく、クレメンス11世によるジャンセニスムとケーレン派への抑圧に反感を抱いた。当時の宗教官のため、国王を切りつけて、地の色を確認しようとした。1757年1月5日に、ルイ15世が、 馬車に乗ろうとしたところをナイフで刺した。寒い時期で厚着をしていたこともあり、ルイ15世はかすり傷で済んだ。ダミアンは逃げることなくその場で逮捕され、共犯者の名前を白状させるために拷問にかけられた。しかし、彼は共犯者も後ろ盾も全くない単独犯だったため、苦しまぎれに適当な名前を答えた。すぐにコンシェルジュリーに移されたが、コンシェルジュリーでは、 150年ほど前の大殺し、アンリ4世視察犯であるフランソ・アラバイアックと同じ、独房に遊兵され、拷問を受けた。間もなく、パリ高等法院により、フランスで最も重い刑罰である八津崎の刑による死刑判決が下された。場所は、グレーブ広場で執行されることになった。3月27日、死刑執行人、シャルル・アンリ・サンソンとニコラ・シャルル・ガブリエル・サンソンにより、 刑の執行が始まった。まず罪を犯した右腕を罰するために右腕を焼かれ、ペンチで体の肉を引きちぎられ、傷口に沸騰した油や溶けた鉛を注ぎ込まれた、あと手足に切れ込みを入れて、八つ咲きにされて絶命し、胴体は焼かれた。処刑を目撃した人物は彼をイングランドにおいて同様の罪で処刑されたガイホークスになぞらえた。処刑後、ダミアンの家は、 完全に破壊され、さらちになり、兄弟と姉妹は解明を強要され、父と妻と娘はフランスから追放された。ミシェル・フーコーは著書、監獄の誕生において彼の処刑に言及している。ありがとうございます。